よし、じゃあやっていきましょう。シャドウコリドー2天の湯平ということで、本日2024年10月31日木曜日、スイッチ版のシャドウコリドー2天の湯平がリリースされました。おめでとうございます。ということで、夜中0時リリース直後に撮っております。いいね、ちゃんとね、スイッチでも動いてそうですね。じゃあもう早速スイッチ版もね、最後まで突っ走っていきたいと思います。では行きましょう。スタート、日本語です。あ、オッケー。あ、ちょっとオプションだけ。オッケー、では行きましょう。スタート。データない。早いぞ、結構早いぞ。読み込み、ローディング。で、ビート、オッケー。そし、あー、いいね。で、今どこにいるんでしょうか。あったね、鍵。まあ、その前に一旦、で、これね。あれ？引っかかってる？引っかかってるんで、一旦これどけると。あったね。厳重に保管されております。すぐれちゃん、どこ？鍵で、ここと。あ、で、 ZL でアイテム、こうなんだ。ZL か。出たぞ、ノーメン。さあ、お飲みください。いるね。この子、誰？それはあなた様でございます。違う、こんなの私じゃない。来ないで、来ないで。おお、あー、来た。で、タバコ吸う悪い子。あいつも借りるか。おお、やっと動ける、いいね。で、これがスイッチ版のシャドウコリドー2でございます。いいね。結構軽いよ。うん。で、しゃがみ、あ、これがアイテムか。で、こうか。ちょっと慣れないね。で、これ後ろ向くで、しゃがむ。ここはでも後で、うん、ちょっと変えようかな。俺のやりやすいようにしようか。確か、
リビングの棚の引き出しに入ってたはず。で、この主人公の、まあ、しぐれ役は声優の葉山いくみさんでございます。いつもね、コラボとかしてるあの葉山さんですよ。あ、暗っ。ちょっと感度が高いかな、ちょっとここは。で、感度が高いからオプションでこんなもんかな。うん、こんなもんにしよう。あー、見えない見えない。さすがにスイッチ版だと自分の顔見れなくなってる。まあ、しぐれです。まあ、ここら辺はほぼ同じかな。まあ、一旦こっちやな。出た、これおじさんち。まがたまがあるぞ。で、A でかがむか。走りが？走りどれだろう？走りどれだろう？まあいいや、一旦これだね。取れない。取って、使いたい。あ、今使ったな。B ボタンか。で、鍵かかってると。くそ、あいつ鍵かけやがった。ライターが鍵と。鍵か。そういえばさっき夢でありましたね。こっちだ。あ、これか。 Y ボタンか。で、かがむ。かがんで、まあ、操作がおぼつかない。さすがにもう狭いな。よいしょっと。あったし。あったね。ありましたね。で、オッケー。ライター、あのライターが誰なんでしょうか。せっかくいいライターなのに使わないとかもったいない。見たことあるライター。あ、誰か来たぞ。しぐれ、いつ帰った。だ、何日も。連絡くらいよこせ。おじさん、なんでこんな時間に。おい、タバコはやめろとあれほど言っただろ。そのライターをどうした。何、ちょっと借りただけじゃん。返しなさい。いいじゃん、どうせ使わないんだから。返せ。ちょ、なんだよ、話せよ。殴られた。もうたくさんだ。誰がここまで面倒見てやった。どうしてお前はそう面倒ばかり起こす。てえな、偉そうに親でもないくせに。死ね。待て、しぐれ。よく覚えてないけど、でも私が知ってるお母さんはいつも笑顔だった。今頃何してんだろう。なんで私捨てられたんだろう。なんでなんだろうね。いつまで経っても慣れないもんだな、ぼっちって。
もういいか。こんな気持ち引きずるのももう疲れた。いつの間にか一人いなくなるだけ。それもすぐに忘れ去られる。大丈夫、一瞬で全て終わる。そしたら楽になる。やめた方がいい。あ、そして自分で押す R、 いきます。始まりましたね。お、あ、やっと来た。ここが、あれ、生きてる。お目覚めになられましたか。出た。コーヒーはお好きですか。はい。コーヒーです。お嫌いですか。いや、好きですけど。それはよかった。砂糖とミルクは入れますか。いや、かしこまりました。ちょっとヤクモさん、シュッとした。申し遅れました。私、この喫茶店、竜のひげのマスターをしております。ヤクモと申します。どうも、しぐれです。しぐれさんですか。素敵なお名前ですね。それで、ヤクモさん。私、死んだはずなんですけど、なんでここに？そうですね。その問いにお答えする前に、さあどうぞ。コーヒーが入りました。はあ、コーヒーだけすげえリアル。ほんと優しそうな顔、ヤクモさん。うまそう。おいしい。よかった、お気に召していただけましたか。はい、ありがとうございます。なんか少し落ち着きました。それで、あ、で、そうですね、順を追ってご説明しましょう。まずはこの場所についてです。ここは異界天の与平、その入り口にあたる場所です。しぐれさんは死ぬ寸前に天の与平を擁する神様、魔がつくまりの神によってこの異界に呼ばれたのです。異界天の与平、魔がつくまりの神、何なんだろうね。はい、その神様がなんで私を。しぐれさんにしか成し得ない使命があるからです。使命があると。はあ、使命ですか。いきなりそんなこと言われても。次に、その手の烙印についてです。
これですか？それはマガツクマリの神の御紋であり、一種の呪いのようなものです。その烙印がある限り、しぐれさんは天の湯平から出ることができません。加えて天の湯平で死ぬことも許されません。それって不死身ってことですか？死ねないと。正確に言いますと、死ぬには死ぬのですが。あ、死ぬんだ。死んだ途端に死んだという事実が消え去り、気がつけば生きたまま変わらず存在していると言ったものです。そんな、死んで楽になるはずだったなのに死ねないとか。神様は私が死にたがってるのを分かってて、そんな呪いを。そうでしょうね。ですが、使命さえ果たせば呪いは解かれるはずです。なんかそれ脅迫じみてますね。それで使命って何なんでしょう？それはマガツクマリの神が知るところでしょう。そうなんですか。一体なんだろうね、マガツクマリの神。その神様に会いに行くことってできなくもありません。マガツクマリの神は天のヨヒラの中心、ヨヒラの真珠にいらっしゃいます。ですが、天のヨヒラは非常に危険な世界です。汚れた雨が降り続け、恐ろしい怪異が徘徊しています。足を踏み入れるのなら、死の苦痛を覚悟することです。そうですか。いかがなさいますか？ここ、竜のひげで永遠の時を過ごす。それでも私は構わないのですが。それもいいよね。ヤクモさん、私、神様に会って呪いを解いてもらいます。私って呪いのせいで生き返るんですよね。だったら危険な場所だとしても真珠まで行けるんじゃ。しかし呪いのおかげで何度でも死ねるとはいえ、その度に死の苦痛を感じるはずです。お辛い旅になりますよ。痛いのは怖いけど、私にとっては生きる方が苦痛だから。それに死ぬ覚悟なら飛び降りた時にもう決めました。そうですか。ではこれをどうぞ。出た。おっと、しぐれさんに差し上げましょう。きっとお役に立つはずです。これは何なんでしょうかね。ありがとうございます。何ですかこれ？特別な力を込めたカルタです。天の湯平を探索する助けになるでしょう。準備ができたら裏庭まで来てください。そこから天の湯平に入れます。わかりました。ああ、でも急ぐことはありませんよ。どうぞごゆっくり。コーヒーはゆったり飲んでこそ深く香り、味わい深いものですから。じゃあそうさせてもらいます。ヤクモさんって何者？何者なんでしょうか。悪い人じゃないっぽいけど。あ、出た。で、カルタを入手、探索セット、大きなカバン、異界の地図。で、ゲーム中に得たヒントや探索中に取得したアーカイブはプラスボタンでポーズメニューを開き、まあ見れるよと。で、カルタスロットにセットすると探索に有利な様々な効果を得ることができますと。で、このカルタスロットにセットするには喫茶店竜のひげの丸いテーブルの上にある山札を調べましょうと。これがね、奥が深いんですよ。で、コーヒー、喫茶店竜のひげのテーブルの上のメニュー表を調べるとコーヒーを飲むことができます。飲んだコーヒーの種類によって次回の探索の間だけ様々な恩恵を受けることができます。これがね、いいんすよ。うん。
これね、一旦飲みましょうか、もう一回。あーんと、ちまってね、こうじゃない、こうやってウィークコーヒー、取得するコンパクがわずかに上昇する。コンパクって何なんでしょうね飲みましょう。お、いいね。これがしぐれです。で、飲んでちょっとここら辺、ちょっと待ってね、操作変えますね。うん、ちょっと操作変えました。これだとすげえやりやすい。で、これだ、来た、カルタで、これはこうか。で、アイテムで、ここにカルタがあって、拡大表示、そっか、こうなってるのか。で、以下のアイテムを所持して探索を開始する。光石、爆竹、懐中電灯、出た、見覚えあるね。で、大きなカバン、拡大表示、アイテムスロットプラス3と。で、異界の地図、常にコンパクを消費してミニマップを表示する。コンパクが足りないとミニマップは表示されない、だそうです。で、まあ最初はどうしようかな。異界の地図っていうより、一旦大きなカバンとかにしようかなね。で、これをちょっとセットして、うん、行こう。まだカルタスロットがね、一つしかないから。で、いいね。スイッチ版でも検証してみたいけど、検証は基本でもスチーム版でやるかな。スイッチ版でしかできないやつはやるかもみたいな。で、こっちです、こっち見てください、これ。出た、これがスイッチ版の外。出た、これ何なんでしょうかね。これ何？あ、ここになんか能面があるね。で、ここは？ここ裏だね。ちょうど裏。ヤクモさんがいたところの裏。さすがに入れない。開かないね。これはワインかな？あ、これは何でしょうか。怪しい。で、いた。あ、ちっちゃ。ちょっと待って。こんなちっちゃかったっけ。君は？行きます。変なカタツムリ。何？お腹空いてるの？オッケー、ここにいたね。で、こっちはまだあるね。ここで多分ヤクモさんは寝泊まりしてたっぽい。ベッドあるね。で、あれ、なんか見たことある氷。待ってね。で、行きましょう。で、ヤクモさんはどこにいるかというと、こっち。開いたね。やっぱり埋まってる。この水鏡は天の湯平の内部へとつながっています。天の湯平にも同じような水鏡が至るところにあります。それらを見つければこことつないでさらに奥へ進む足がかりとなるでしょう。天の湯平は複雑に入り組んだ広大な世界ですが、しぐれさんにはその烙印があります。しぐれさんが進む道はおのずとその使命に従って導かれるはずです。各地の水鏡をたどっていけばいずれ魔がつくまりの神にもお会いできるでしょう。わかりました、ありがとうございます。いろいろと。いいえ、いいのです。どうかお気をつけて。お湯を沸かしてお待ちしておりますよ。
で、これだね、これが水鏡と。